あれもしかしてまだ止めちゃいけなかったのかな。行きになかった白線みたいのがあるんだけど、なんか迷惑になってないかな。大丈夫かな。皆様大変ご無沙汰しております。杉山のおじさん担当 C です。前回の動画を投稿してから、もう1ヶ月以上経ちますが、季節はもう春が来て、桜のピークももう越してる感じといった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、帯状疱疹になって療養していました。どこから話せばいいのかあれなんですが、前回の参考から帰ってきた日の夜ですかね、なんか皮膚に違和感を感じたんですけど、まあさほど気にせず過ごしてたんですが、なんか肌が過敏になってるというか、ちょっと服が触れるだけでもなんか皮膚が知覚過敏みたいな感じで、その日はそのまま睡眠をとって、で次の日ちょっと皮膚が工事ちょっと皮膚が隆起した感じ、なんかおかしいなと思ったんですよ。今度数時間経つと赤みが増してきて、皮膚のプツプツが見てわかるようにこうどんどんひどくなってきまして、ちょっとその日は病院が休みだったんで、次の日に病院にすぐ朝一で行ったんですが、帯状疱疹ということで、そこから薬を飲んで1週間ほど様子を見たんですが、病院に行って見てもらったところ、これは結構ひどいということで、帯状疱疹というのは個人差があって、痛さにも個人差があるし、その症状自体のこうひどくなり具合っていうのも個人差があるみたいで、ちゃんと治療しないと神経痛みたいな感じで、薬を飲むだけじゃダメだということで点滴を受けて、そこからまた2週間ほどですか、そしてやっと少し動けるような感じになってきたところですね。まだ少し痛みがあるんですが、まあそろそろ動いていいだろうという感じで、療養している間はもちろん山には行かないわけで、食べるのは普段同様食べるので約4キロほど太ってしまい、体が今とっても重いので、今日の山登りはいつも以上に苦しいのかなと思っています。ということで現在武甲山の方に向かって、車を走らせております。なんか武甲山は駐車場が新しく手前にできたみたいなので、ちょっとその確認も踏まえて、今日はその新しくできた方のそちらの駐車場を利用して武甲山の方に登っていきたいと思います。僕の前に数台工事車両が登っていってますが、これはどこまで行くんだろう。あれ、ここかな、武甲山登山駐車場。あー、ここにできたんだ。ここを右に行くのかな。ちょっと行ってみましょうか。まあ登山口からはちょっと距離がこっちだとありますが、せっかくなんで今日はここに止めて行きたいと思います。誰もいない。どう止めりゃいいんだろう。どんな感じで止めていいのか分かんないな。適当でいっか。資材置き場。それではここの駐車場からスタートしていきたいと思います。結構いい感じのとこですね。それじゃあ登っていきます。さっきの駐車場から5分ぐらいでしょうか、武甲山一の鳥居登山口までやってきました。今日は平日ですが車結構いますね。20台ぐらいはいる感じでしょうか。ちょっと
トイレ寄ってこう。それでは今日は妻坂峠の方から上がっていくんで、もう一度鳥居をくぐって行きます。はあ、妻坂峠到着しました。あー疲れた。武甲山方面はこっちですか。ちょっと寄り道して、竹川岳の方ちょっと寄っていきたいと思います。今は花粉のシーズン、町も山も花粉が飛び交ってますが、僕も結構きつい花粉症を持ってますが、なんと今年は花粉症の症状がほぼ出ておりません。それはなぜかというと、今飲んでる帯状疱疹の薬に皮膚の炎症を抑える薬があるんですが、その効能の一つに花粉症も入ってるので、おそらくそれで今年は花粉症の症状があまり出ないんだと思います。不幸中の幸い。また帯状疱疹の話ですが、帯状疱疹は症状が出たら早めに病院に行って見てもらうのがいいようです。僕の場合病院が休みだったということで1日待ってしまったんですが、本当は休日診療をやってるところにちゃんと行った方が良かったようです。症状が出たらすぐに医師に診察してもらうのが大事になってくるようです。こんにちは。竹川岳到着しました。よし、山頂の方はこんな感じ、少し開けた感じの山頂でございます。標高は 1051.7m ということで、また折り返し妻坂峠の方約30分戻っていきたいと思います。妻坂峠まで戻ってきました。このまままっすぐとりあえず大餅山方面ですね、進んでいきたいと思います。分岐に到着しました。こちらに行くと大餅山、あっちに行くと、横倉山があるので、ちょっと横倉山に寄って行きたいと思います。ここは凄まじい勢いで下っていきますね。また戻ってくるとなると、ここはかなりしんどいですね。ということで横倉山 1197m 到着です。三角点のようなものはないのかな。それではまたさっきの大餅山方面に歩いていきたいと思います。さっきんとこのまでの登り返しがやっぱりきつい。ここはきついです。はい、大餅山 1294m 到着です。それではこの先に眺望のいい雨乞い岩があるので、そちらでご飯を食べて、見るかな、武甲山登っていきたいと思います。雨乞いは到着です。あー今日天気がいいからすごいな。奥の方はまだ雪がかかった山が、どこが見えてんだろう。あちょうど今正面に見えてるのが両神山方面ですね。あじゃあご飯にしたいと思います。今日はここでカップラーメンを食べたいと思います。薬を飲むのを忘れないようにここに貼り付けてきました。
これが100均のやつです。初めて使いますが、ちゃんと機能してくれるのかな。よいしょ、こんなここに入れてきちゃって、大丈夫か。折り目で変なになっちゃった。ちょっと蒸して、まあ薄めではありますがコーヒーが飲めそうです。うん、 2,3 年前にここでやっぱりコーヒー入れて飲んだんですけど、その時はコーヒーを犬に飲まれていい思い出がなかったので。今回は誰にも取られずに飲めそうです。よし、そしてこの左右で薬を飲みたいと思います。よいしょ。いや今日はほんと雲一つない天気で登山日和だ。お世話になりました。忘れ物ないね。行きます。小持山到着しました。1269メートル、武甲山まで約70分。それじゃあ武甲山目指して行きます。この辺りからの武甲山もいいですね。もうすぐで白宿坊だと思います。白宿坊までやってきました。ここから武甲山急な上り坂45分で行くそうです。それでは最後に武甲山登って下っていきたいと思います。もう少しで山頂ですね。お邪魔します。うわすごいな今日は。うおーすごい、こりゃすごい。武甲山1304メートル到着です。おーすごいよこれ、まあ、遠くの山は霞んじゃってるけど、この秩父の街並みのくっきり度が半端ない。ちょっと休憩したら下ろうと思います。また来ます。さようなら。橋までやってきました。気をつけて渡りたいと思います。よしよし、無事一の鳥駐車場まで下山してきました。でも今日は車はもうちょっと下に止めてあるんで、あと5分ほど下の方に歩いて行かなければいけないので、気を引き締めて歩こうと思います。あれなんか行きと違って作業してるな。あれもしかしてまだ止めちゃいけなかったのかな。行きになかった白線みたいのがあるんだけど、なんか迷惑になってないかな。大丈夫かな。すいません、止めて大丈夫でした。ここ止めちゃったんですけど空いてたんで。ああ大丈夫、大丈夫ですか。ここから向こうはちょっと遠くて。あ、はい。ああ、そうなんですか。いつぐらいに登る。かなり昔ですか。私はこっちの左手の方が高かったかな。
ああ